ショックズさんもね、今までやってきたオープン型の中でね、一番良かったんですけれども、ビクターはね、それをね、上回るかなと思います。こんにちは、カオルンです。本日もですね、オープン型のイヤホン、何かをしながら聞くことができるイヤホンですね。こちらをレビューしていきたいと思います。今回はですね、ビクターさんからね、オープン型のイヤホン出ましたので、紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン！ビクターの HANP50T でございます。イエイ！ビクターはですね、音がね、とにかくいいです。そしてね、音の広がりっていうのもね、体験することができます。さらにデザイン、そしてね、装着感なんかもね、良かったので、そのあたりも徹底的にレビューしていきたいと思います。僕の大好きなショックズさんのオープンフィット、あとはね、前回のアンカーさんのサウンドコアエアロフィットもね、比較できるところはね、やっていきたいと思います。そして今回の動画を通して気になったところ、疑問に思ったところありましたら、気軽にコメントをくださいね。そしたらまずは基本スペックから見ていきたいと思います。どうぞ。はい、基本スペックやっていきたいと思います。まず値段ですね、19,800 円となっております。まあ大どころのね、オープン型の中でもね、普通かなっていう感じですね。まあ値段的にはね、結構高いんですけどね。参考にショックズさんが 25,000 円くらい、そしてアンカーさんが 17,000 円くらいとなっておりますので、まあだいたい真ん中くらいですかね。カラーの方はセージグリーン、ブラック、そしてね、ベージュとなっております。そしてね、これが一番の特徴ですね。オープン型のイヤホンとなっております。骨伝導ではないです。デザインの方はですね、ショートフックを採用しておりまして、まあ短めのフックですね。これで負担を軽減しております。あとはですね、落下防止っていうところもね、対策がされています。重さの方は片耳 8g というところで、だいたいね、オクラ1個分ですね。ショックズさんが 8.3g、 そしてアンカーさんが 8.5g なので、まあだいたいね、そのぐらいですかね。音の方はですね、新開発の 16mm のドライバーを採用しておりまして、豊かな低音、あとはですね、こうパワーのあるしっかりとしたね、サウンドを体験することができます。コーデックの方は SBC と AAC、そして3つのサウンドモードを搭載しておりまして、デフォルトのノーマル、あとはハイといって中高域をね、ちょっと持ち上げてうるさい場所とかで使うことができるモード、そして低音強調のバスモードがあります。こちらはね、音重視となっております。あとは低遅延モードも搭載、そして音漏れ防止のためのね、音に指向性も持たせています。L と R に2つのね、MEMSマイクを搭載、あとはノイズリダクションも入っておりますので、通話するときに自分の声をね、クリアに相手に届けることができます。通話中にね、タッチセンサーをね、ワンタッチでマイクミュートもすることができます。連続再生時間が本体が 9.5 時間、ケース込みで38時間となっておりましてね、これね、めちゃめちゃ長いです。ショックズさんが本体が 9.5 時間、ケース込みで28時間、そしてアンカーさんの方が本体が11時間、ケース込みで42時間となっております。アンカーさんがですね、めちゃめちゃね、長いんですけれども、本当にね、長いんですけれども、ビクターはね、それに匹敵するぐらい長いです。充電ケーブルはタイプ C、 そして防水の方が IPX4 となっております。マルチポイントにも対応、アプリにも対応しています。まあ今回の NP50T はオープンイヤー型のね、イヤホンのね、入れられるだけの機能をね、モリモリに詰め込んだ感じとなっております。じゃあ果たしてね、一個一個機能がね、どれくらいすごいのか、この後見ていきましょう。はい、そしたらデザインの方を一緒に見ていきましょう。まずケース周りですね。ここにね、ビクターのロゴがね、まあ、しっかりと書いておりまして、とてもね、スリムな感じとなっております。ポケットにも入れやすい感じでございます。前回紹介したアンカーさんと同じぐらいのね、スリムな感じかと思います。色合いはですね、ベージュがビクターのロゴにめっちゃ合ってるので、個人的にすごく大好きです。中を開けるとこんな感じ。ここのね、天面の裏側にもビクターのロゴが入っております。イヤホン本体もですね、ケースと同様にね、このね、ビクターのロゴがね、しっかりね、ついていて、あとはね、このベージュのデザインもですね、非常に大人な感じですよね。で、ここのシルバーの部分がタッチセンサーとなっております。とてもね、範囲が限られているので、まあ実際に装着するときなんかはね、こう押しちゃうなんてことはね、ないかもしれないんですけれども、実際に操作するってなったら、ちょっと範囲が限られてるっていうので、こう押すのに慣れが必要かなと思います。
全体的にホコリとか、あとは指紋なんかはね、つきにくいし、実際についたとしても、そんなに目立たないと思います。ただですね、傷の方が結構つきやすいかなと思います。本体の方はですね、マットな感じになってますので大丈夫だと思うんですけれども、ケースですね。こちらがね、かなりツルツルしてますので、今もね、ついちゃってますよね。傷がね、つきやすいので、バッグとか入れてる時はね、注意が必要です。まあ大好きなね、ショックズさんもですね、使ってるとこうやってね、傷ついちゃうので、まあしょうがないんですけどね。はい、つけるとね、こんな感じですね。ビクターマークがね、しっかり見えまして、あとはね、このベージュな感じもね、非常におしゃれだと思います。装着するときはですね、こう耳に挟む部分がね、ちょっとね、狭いので、こうつけるときのね、感じ、慣れがね、必要だと思うんですけれども、つけちゃえばね、もうしっかりね、フィットされてるので、落ちる心配も全然ありません。ただ装着感はね、めっちゃ軽いです。またね、5時間か6時間ぐらいつけてみたんですけれども、もうね、全くね、疲労感はないです。つけてる感じも忘れちゃうぐらい軽いです。日常生活、ウォーキング、あとはね、マラソンなんかも全然 OK です。ショックズさんもですね、かなり装着感がね、良かったので、まあ、同じぐらいいいですかね。アンカーさんはね、ちょっとね、外れやすいんですけどね。でね、肝心のね、音なんですけれども、本当にね、音がいいです。音質の方もいいですし、あとはね、クリアーさもあります。音の広がりもね、いいですし、あとはね、こう音楽のボーカルとか、あとは動画をね、聞いていてもしっかりね、その声をね、聞くことができます。ショックズさんもね、今までやってきたオープン型の中でね、一番良かったんですけれども、まあね、ビクターはね、それをね、上回るかなと思います。多くの人がね、快適に聞ける音となっています。ただ、サウンドモードの方はですね、味付け程度かなっていった感じですね。ハイの方はですね、こう中高域をね、持ち上げてね、声を聞きやすくするっていうので、うるさいところとかのね、この雑音が入ってきてもね、聞けるようなね、感じっていうね、モードなんですけれども、やっぱりね、オープンイヤー型ってね、耳が開いちゃってるので、まあそうしたとしてもね、なかなか難しいですよね。電車内とか、あとはね、騒音のあるね、街中とか歩いてると、ちょっとしたね、突発音とか入ってきちゃうとね、もう全然聞こえなくなっちゃうので。やっぱりね、こう静かなね、街中とか、でね、こうウォーキングとかマラソンしてたりとか、あとはね、家の中でね、使うぐらいがね、いいかなと思います。まあ一般的によくあるね、ボーカルモードと思ってもらえればいいかと思います。一方でバスなんですけれども、こちらはですね、こうあえて中高域を下げることで、まあ低音をね持ち上げているような感じなんですけれども、まあこちらもですね、よくあるバスモードっていう感じで思っていただければなと思います。そしたらですね、続いてアプリの方を見ていきましょう。アプリに関してはね、ビクターのアプリね、専門のね、動画を出していますので、よかったらね、そちらをね、URL 貼っておくので見てみてください。今回はね、ポイントのところをね、やっていきたいと思います。基本的にはですね、このタッチセンサーで操作ができる再生停止、ボリューム操作、あとはですね、低遅延モード、サウンドモードなんかはね、このね、アプリでもね、一緒にできます。アプリだけしかね、できないところといたしましては、このインジゲーターの点灯を抑制するっていうところで、まあね、この光ってるね、LED ね、いらないっていう方もいると思いますので、そちらをね、抑制したりとか、あとはね、音声のね、プロンプト、あとはビープ音なんかもね、やっぱり、まあ使えるところだけ、まあ最低限でいいよっていう方はですね、このモードをオンにするとか、あとはね、タッチキーなんかもね、触っちゃってね、こうね、触らない方がいいっていう方はですね、ここをね、無効にしてもらったりとかっていうところがね、できます。あとはね、キー操作割り当てなんかもね、音楽をね、両耳使ってるとき、あとは、ね、片耳だけを使ってるとき、あとは通話をね、両耳使ってるとき、片耳だけを、ね、使ってるときでね、分けてね、設定することができます。例えばね、こういう感じで開いてもらうと、まあ、かなりのね、種類の操作に対してね、自分で好きにね、割り当てることができますので、皆さんも場面に合わせてね、いろいろね、カスタマイズしてみてください。ただ、現時点ではカスタム EQ の方はありません。マイクテスト、マイクテスト。今ですね、ビクター HANP50T を使ってお話をしていますよ。どうでしょうか？マイクの方、綺麗にクリアに聞こえていますでしょうか？そしたら話しながらマイクミュートもやっていきたいと思います。あいうえお、あいうえお、あいうえ、あいうえお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 、こんな感じでございます。どうでしょうか？マイクミュートされていましたでしょうか？
そしたらまとめに行っていきたいと思います。今回はですね、ビクターのオープンイヤー型の最新作 NP50T を紹介していきました。皆さんね、いかがだったでしょうか。今回はですね、オープンイヤー型のね、入れられるだけのね、機能をね、もうモリモリに詰め込んだっていうね、イヤホンとなっております。一個一個ね、とてもね、機能良かったんですけれども、音がね、本当に良かったですよね。正直、カオルンチャンネルで紹介してきたオープン型でね、一番ね、音は良かったと思います。こう、一般的なね、耳を塞いでね、聞くね、まあ、普通のね、イヤホンですよね。こちらと比べても、遜色なくね、音のね、良さとか、広がりっていうのがね、あったと思います。装着感も快適で、デザインも良かったです。正直ね、これ一個ね、買っておけばね、十分オープン型ね、満足できると思います。ただね、ショックズさんのね、オープンフィットもね、めっちゃいいので、もうね、あとはね、デザインとか、音の感じでね、皆さんね、好みっていう感じになりますので、まあ、どちらかをね、手に取ってもらえればね、満足できると思います。今回のビクターの NP50T、あとはね、ショックズさん、アンカーさんもですね、まだ伝えてない情報ね、たくさんありますので、下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ見てみてください。今回もカオルンチャンネルご視聴いただき、本当にありがとうございました。皆様のおかげでね、500人達成することができて、次はね、1000人ね、目指して引き続き頑張っていきますので、皆さんね、応援よろしくお願いいたします。そして、カオルンチャンネル楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。